私のもいっぱいあげるわ。本当にありがとう。じゃあ僕公園行ってくるね。いってらっしゃい。さよなら。また明日ね。はい。あんなことがあったのに本当にいい子だね。もう10年になるかね。僕変な夢を見るんだ。変な夢？人を殺す夢。一回じゃなくて何回も。テレパシーみたいなものじゃないかしら。なんでそんなことできるようになっちゃったの？前にあんなことしちゃったから。困っているそうですよ。人が一人死んでいるのに一つも証拠が見つからなくて。あの子は10代の頃に人生をめちゃくちゃにされて、怖いものがもう何もないんだ。あなたのせいでね。10年前のあの事件も私は彼女が怪しいと思っています。あげる。私は陽君が好きです。あの子に近づかないで。これ以上罪を重ね続けることだけはもうやめるんだ。だからあなたが代わりに殺したの？彼女は何者ですか？これで終わりじゃありませんよ。これは始まりですから。